ウィング代表の茨城です。今回ご覧いただくのは、もう今から33年ぐらい前ですかね、1990年に、行われました AMW の試合なんですけれども、現在は01のゼネラルマネージャーという役職に就いている、邪道姫、工藤恵美さんの懐かしい試合をご覧いただきたいと思います。これはそのウィングチャンネルで初公開なんですけれども、ちょうど FMW が大きく、まあ、インディー数がある当時数があるインディーの中でこの一戦を境にして、人気が爆発しまして、まあ、鬼たちともに、ファンの心を掴んで、不動の人気を爆した工藤恵美なんですけれども、今回ご覧いただくのは、汐留で行われました鬼たち対ターザンことによる、本邦初の、ノーロープ有刺鉄線電流爆デスマッチのその日の、まあ、前座といいますか、で行われた試合なんですけれども、ちょうど工藤がトヨタそれからアマタともに、まあ、全日本女子プロレスを辞めて、まあ、2年間ほどのブランクがあったんですけども、まあ、FMWのリングに殴り込むという形で入ってきて、そして、まあ、まだキャリアのない、まあ、身近な FMWの選手たちを相手に、まあ、この3人がアウトブレーカーとして暴れ回ったんですが、ちょっとした些細なことから、まあ、その3人が仲間にしまして、工藤がいわゆる FMW の正規軍にしまして、まあ、その、まあ、いろいろなデスマッチを行ってきたんですけれども、その中でも今度期待されるべく、この汐留に行われたトヨタとのストリートファイトデスマッチ、この一戦を今回ご覧いただきたいと思います。まあ、解説はまあ、ブルース雑誌の記者の方たちがやって、まあ、トヨタ工藤自体も、まあ、話している声なんかも聞き取れるかと思います。もう33年前でありますけれども、まだまだなんていうんですかね、そんな古い感じはしない、試合だと思います。まあ、当時のことを人気のとっかかりといいますかになりました、この一戦、ごゆっくりご覧ください。待ちかね、女子プロレスでは初めてのストリートファイトマッチ、工藤恵美対、豊田のりお。この試合に限っては、スペシャルゲストが私の隣に座っています。この人です。こんにちは、工藤恵美です。よろしくお願いします。もちろん本物です、はい。まあ、工藤選手のこれ肉声が大体、ファンの皆さん聞かれること自体が珍しいと思うんで、はい、今日はじっくり、聞いてほしいなと思います。あ、今テロップも出ました。はい、これFMW では初めての、ね、女子によるストリートファイトマッチということで、はい、まあ、なぜこういうカードになってしまったのかと、まあ、この辺のいきさつを本人の工藤選手からまずちょっと聞かせてください。はい、最初は仲間としてやってたんですけども、アウトブレイカーでね。はい、そうです。でもやっぱりやっていくうちに、時間が経つうちにお互いの方向性っていうか試合内容の手段が違ってきちゃったんで、やっぱり自分は自分のやりたいようにやっていきたいなと思ってたんでそれでやっぱり変わってきちゃったんですけど、まあ、この試合見てたらちょっとね笑ってられないという感じもあるんだけど、そうですね、ストリートファイトマッチっていうのは、まあ、これ FMW の、ね、女子で初めてだし、もちろん工藤選手にとっても初めてなんだけど、はい、どんな印象がありました？なんか試合を終えてみると内容とかほとんど覚えてないんですけど、ほとんど場外でやられてたっていう気がするんですけど、ご覧の通り、はい、すごいですけど、でも今までの試合の中で一番自分を出せたっていうか、発散して思いっきりやった後にやったなって感じがすごいした試合なんです。確かに試合前にも言ってたけど、まあ、今までのね、はい、ない自分を見せたいっていうか、はい、確かにこういう工藤選手は僕の記憶にもないし、はい、まあ、全日本女子時代はダンプ松本によくいたぶられたというそういうイメージしかもともなかったんだけど、はい、これアウトブレイカーズの3人は、はい、同期なんだね。はい、同期です。いわゆる、昭和61年入門してデビュー、はい、
まあ、通称61年組とか呼んでるんだけど、はい、まあ、今全日本女子でいうとアジャコング、バイソン、木村、はい、ハニーウィングス、みんな同期だね、はいはい、そうです。この61年組っていうのは本当にパッとしなかったというか、まあ、はっきり言って、うん、あまり注目されなかったんだけど、はい、ここに来てなんかみんなね同時に、はい、同じ時期にすごくこういう風に、クローズアップされてきて、はい、僕なんか本当感慨無量なんだけど、はい、どうですかその男性ファンに声援されるというのは。なんか今までに味わったことのない感じがするんですけど、うん、でもそういう大きな声援聞くと、あの最初はこの試合前とかもすごい恐怖だったんですよ、怖くてしょうがなかったんですけど、うん、でもそういう大きな声聞くとやる気に変わっちゃって、すごい自分の励みになるっていうか、うん、もうこの声一つで全然変わるなって感じがします。ああ、それはあるだろうね、はい、うん、どう、全日本女子時代は男の子のからファンレターとか来た？今と比べたら全然です、うん、女子の方が、女の子の方が多かったかなって感じ。ああ、そうかもしれないね、はい、うん、でも自分はこんな怖い気合の入ったトヨタっていうのは初めて見ました。あ、このトヨタ選手も、まあ、前は、まあ、ここだけの話というか言ってしまうけど、覆面をかぶってダイナマイトベアだったかな、はい、ダイナマイト軍団の一人でやってたんだよね、はい、それだけなんというかやっぱり印象が薄いというか存在感が薄い存在だったんだけど、それがねここに来てもうすごくなんか個性的なレスラーになったというかね、ちょっとこう今の風貌はなんか特に血が出たりすると流血したりするとダンプ松本に似てないアドもなくいいけど、うん、迫力満点だよね、はい、パワーもすごい人並み以上っていうか、うん、これ彼女のパワーってのは本当女子プロレスの中でもかなりあれでしょ。そうですね、トップクラスでしょ。これがまた臨場感があるんだこのカメラが。見てても痛さを思い出します、うん、この辺りかなりもう苦しいとこでしょう、はい、ね、え、天田がセコンドについててチクリチクリと手を出して、うん、なんか目に見ないところでやっぱりいろいろやるんだよね。天田は非常になんというか感情的になりやすいところがあるから、ね、確かにちょっと工藤選手と合わないかもしれないね。まあなるべくして別れたという感じだけど、これは天田先生が持ってたベルトかな。そうですね、これベルトの攻撃はきついよね。しかしこのトヨタ選手もこの、まあ、皆さんご存知かと思うけどヘアスタイルがまた独特の、このシリーズの開幕戦からだったかな、はい、あって、まあ、それだけすごく意気込みが伺えるという感じもするんだけど、ベルトを奪って反撃だ。目には目をですね。そうだね。うん、痛いでしょこのベルトは。また痛いですね。音がなかなか消えないんですよ。あ、まだこれ服着てるから、ね、多少は水着の時ではいいかもしれないけど、あ、こんな工藤選手は本当初めて見たわ。さあやっと技が出るかな。ボディスラムから、ここではだいぶ苦しいところでしょう。そうですね、あ、このヘアスタイル注目してください。これがなかなか凝ってるんですよ、よく見ると。なんでもね、蔓延したという話だから。いかに意気込みがあるかという。眉毛も剃っちゃってますからね。そうそうそう、ここまでやると思わなかったね。工藤選手、あの FMW っていうのは雰囲気とかどうかな。私は FMW は大好きですけど、うん、特にあの自由な環境っていうか、うん、本当伸び伸びやれるってとこが一番だから、自分の持ってるもの以上の力っていうのが出しやすいっていうか、本当、うん、何でもやれちゃうから、うん、やらなきゃ損みたいな感じがあるから。あ、それはあるかもしれないね、はい、どんどん自分の思ったことやっていかないと、うん、お、ドロップキックだ。これパワーファイターなんだけど、なかなかこのドロップキックが素晴らしいんだよね。クラケンホールでこの一発でものすごく湧いたことがあったけど、ね、なかなかね名手なんだよね。苦しいところがあって跳ね返した。
これは起きたくても起きれないんですよね。あ体重あるしね。この辺りの雰囲気は本当断髪もそっくりだな。もう一丁行くぞ、ラズキョーラ。もう一丁行くの気合とともに壇上が、今日はこのストリートファイトマッチはもう リングというか会場全部が戦場なんですね。だからそういう意味でも会場全体を使わなきゃ損という感じで、まださすがにストリートファイトはよく分かってて、すぐ場外戦持ち込もうとするんだけど、さあ、おかしたと場外で触れました。こんなこともやったことないもんね。そうですね。さて、コーナーを登ってプランチャー寿司だが、うわ飛んだ飛んだ、これも結構重そうだ、これもきついぞ。トヨタはコンクリートにちょうど頭をぶつけた。あ、ちょうどね、はい、うん、なんかセコンドの天田選手もちょっと顔をなんか直撃されたという感じがあったけど、これは相当ダメージを与えたね。この技は今まで使ったことあるの？ありません。あ、じゃあこれが初公開なんだ、はい、完全に、はい、あぶっつけ本番です。ぶっつけ本番で、はい、よくと飛んだという感じだね。この気候域またすごい、客席がどっと湧いてるもんね。しかしパンチ一発、あ、すごいリアクションです。このリアクションがまたこれももう初めて見るというか、やっぱりそう燃やすものがあるんだろうね、このリングっていうのは。特にこの会場って独特の雰囲気があって、いつもとは全然違かったです。まあこの日の本当盛り上がりというのは大盛り上がり大会というか感じで、はい、第一大会は脇にはいたからね。そしてこれを切り返して、さあ悔しがってるけど、まあそろそろ技で勝負したいところだけど、ね、あ、これはジャマイコ体釣りですね、はい、でも服を着てると確かに動きづらいっていうのはあるかもしれないね、こういう技をやる場合は。そうですね、かっちゃって、これまたジャマイコ体釣り、後方回転エビが、はい、あ、でもこれでは決まらないね。相当トヨタ選手も苦しそうだけど、はい、こうお腹に肉がある人は丸め込まれるのがすごいきついって言ってましたね。あ、それは言えるね、はい、あ、その辺でこういう技を連発したわけだ、はい、しかしドロップキック自爆したところでちょっと危ないぞ。あ、これがちょっと致命的になったかな。グッと持ち上げて、まずカナディアンの体勢かな。これは意外な技だ、サンダーファイアパボーン、言わずと知れた大仁田選手の18番、これ意外だったね。カナディアンバックブリーカーかなと思ったら、うん、サンダーファイアに来たんですよ。これは聞いたでしょう。聞きました、うん、これは無念というかもう残念な感じだね。そうですね。ここでセコンドにいる佐藤選手が襲われてしまう。ちょっとぼっとしてたかな、とばっちりという感じだけど、アマダも入って二人がかりのハイドライバーか。もうこの頃工藤選手はもうダウンしてとても助けに行けない状態だったからね。そうですね。初めて食らうサンダーファイアパワーボムはこれやっぱり意外性もあって聞いたでしょう。聞きました。目の前何がなんだか分からなくなっちゃって、あ、頭押さえてるな。さあこの後にどんなシーンがあるかというと、もうこの辺りはもう大駆動コールだね。さあ放送席のマイクのところに行って、これから今はレフルダーマたちが歩いてくれると思います。これはもう初めてのマイクアピール。そうです。もう一度言ってください。これから私は FMW と一緒に歩いてきます。なるほど。自分はでした。